1年目の前半戦も残すはワンカード、中日3連戦となっているので今回プレイしていきます。残念ながら巨人 A クラスで終えることは前半戦できません。なんなら4位という立場すらも危ういですね。いくら若手の育成目的とはいえど前半戦を最下位で終わりたくはないので、そうならないように試合は選手個人に注目しながらやっていきます。でこの3試合に関しては全て大勢に注目していく予定、というのも前半戦全く結果を残してない、打たれまくって炎上も続いているので3試合必ず出番があるでしょう。その状況今日を俺が抑える、最後まで守護神がやらかすってことはなしにしましょう。そしてプラスで野手にも注目していこうと思ってるんですけど、1試合目は秋広ですね。前半戦多くの機会を与えて2割1分4厘3ホーマー24打点というのは決して素晴らしい数字ではないが、ただ待て、高卒2年目の19歳がこの数字十分でしょう。これから未来を背負う選手ですから。1試合目から負け等はないので、今いきなり得点取るチャンスでしたよ。なんでそこから得点取れないのかな、不思議でたまらないんだけど。秋広の打席が回ってきましたね。全く得点が入ってない状況で、バンデリンドームでもぶち込めるだけの力はあるけども、無理から狙う必要はないんじゃない。ここはミート打ちに徹してヒットを打っていけばいい。この打球は落ちそうやな。おーイエス、この出塁からの得点はあるか。注目するのは選手だけ。この後の流れがどうなるかは選手次第なんだけど、得点が入るということはなく、チャンスはあるぞ。そこからのチャンスをものにできなかった球団とものにしたチーム、勝ち負けがここで分かれたような気がするね。ほら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 、こうなるんだから、これが現状なんですよ。まざまざと見せつけられてますね。現状まだ中日は A クラスに入ってるチームですよ。それでもおかしいんですけどね。リアルであれだけ弱かった中日がこの世界で3位に今入れてることが。まあでもそういう現状なんですよね。強打もいい動きしてるやん。その強打もかつては取ろうとしてましたけど、残念ながら現状取ることはできないし、オコエに関してももはや諦めたので、今の戦力のまんまシーズンの終わりまで戦っていくことになって、新たな戦力をまたオフに取る必要がある。いっぱい取る必要がありますね。足りないものがたくさんありすぎて、特に投手が足りてないので、コンフはお金を使っていかないと。でもそのお金があるか言われたら微妙ですよ。全然ないでしょ。だってチームがそもそも B クラスで終わった時点で使える金額ってかなり限りがありますよ。今このジャイアンツにはファンはそんなについていない、つまりは使えるお金が少ないということ。いつもだったらオフシーズンで大暴れするジャイアンツですよ、俺のペナントではね。でもこの世界ではそれがない。どころか試合でまず大暴れができないというね。このまま負けていくのかしら。点差は2点差、体勢が出てくる状況でもないから機会なく終えていくかな。行きそうですね。9回も得点がなければないですね。あっちゅう間に抑えられてのゲームセットで初戦から落とし、いきなり順位の入れ替えがあったんじゃなかろうか。かつての相手中日ドラゴンズのような負け方をしたうち、全く得点を取れずね。これが現状なんですよね。そして順位の入れ替えはなかったですね。同時進行で DeNA が負けてくれた。ただ阪神と戦っていて、阪神がゲーム差を詰め寄ってきているので、やべえな。本当に一気に最下位転落あるぞ、これ。どうなるどうなるどうなる。大勢の出番がなかったので、次は大勢の出番を作りたいなとは思うんですが、注目する選手、現在ノリノリの北村、数字も残してます。各戦つなげていってほしいんですけど、残念ながら今のところ各戦にはつながってない。この試合で結果を残せば、もしかしたらそういうものがあるかもしれない。だから北村に注目し、また大勢にも注目し、2試合目勝利を目指しつつ、若手育成も兼ねてね、いっぱい起用していきましょう。そらね、結果は出ないのは分かりきってることなんですけど、若手育成メインでやっとんないから、だからといって負けていいわけではないからね。いきなり回ってきましたよ。3番の北村に一発ちょいと狙ってみようかな。2アウトという状況なので、景気よく狙える力はあるし、うまく当たればね、バンデリンドームでもぶち込められると思うので、そういう一発が大きな覚醒につながったりするんじゃないの。いや詳しくは知らんけどもね、なんかそんな感じがしている。今の成績考えたら自分覚醒してもいいと思うんですけどね。能力に対して結構できてる方ですよ。もうそういうことはないし、ここで打てなきゃよりないわ。菅野智之がこちら先発ではあるんですが、まあ抑えてくれるよね。お前が抑えてくれてある一定の得点を取るのであれば、体勢がいい状況で投げること可能だから、まず菅野の好投には期待。1点は取ったぞ。その流れで北村の打席が回ってきたので、さらなる追加点を取っていこう。ここはもうミート打ちでいいっすね。吉川尚輝の足を考えたら単打で十分。それすら打てへんのか。なんで打てないな。これだけ能力が高いんだよ。ノリノリだよ。ノリノリの選手使って打てないって未来なさすぎねっちゅう話で、なんかすんごい数字が映ってますね。だから中日が強い。納得できるね。こんな投手がいたんだから。次期エースと現エース、羨ましいですね。うわーで逆転された。うちのエースはこんなんなんで、そら負けるよね。その違いがまたこの試合の勝敗を分けている。おい、マスダリーグのホームランで同点に追いつくことができた。今季の7本目いいペースで打ってくれてるけど、悪さ。これがジャイアンツ。もういいや、どうでもいい。こんなもう興味がない、もはやね。1年目のジャイアンツには何の魅力もないから。
だから若手育成に切り替えとんのやけど、その若手で打たなきゃ意味なくない？全然やりたいことできてねえけど、これまた大勢の登板機会ないやろ。もう無理くり作るしかないな。点差的に負けてますけども、もう8回あたり出そうと思いますわ、この後ね。やっぱ出さないと経験値って積めないから、何よりも面白くないでしょ。いや、北村の打席が回ってきたので、この場面で打ったら美味しい場面で出せるけど、全くここまで打ててない北村を使って打てるか言うたら、わかんない、やってみないとね。とりあえず打っていかないと。ここもミート打ちで繋いでいきたいシチュエーションなんだけど、それがなかなかできていない。勝つんならここでまず同点に追いつくこと。いや、一気に逆転まで持っていくことですね。それができないからこの試合も負けるでしょうね。絶対。うわぁ、もう追い込まれてる、追い込まれてる。だからいろんなとこ振っちゃうね。はい。ノリノリの選手とは思えないクソみたいな打席になり、あー、で、大勢出す機会なかったですね。この後中川が抑えて、結局うちは同点にも追いつけ。ずはい、負けました。大勢の出番なく2試合続けて何も残せず負けて負けてひたすらに負けてる。菅野が打たれ、今季の7敗目、7勝しても7敗するようなやつ未来にいらねえ。それがおっさんだろう、よりいらねえっちゅう話なんだけどね。増田陸今季の7号が生まれて、この一発によって同点に追いついた直後に失点する。間の悪いおっさんだから負けんねん。うちの投手ってこんな奴らばっかっすよ。その数字だけ見たらええやん。なんでこんだけ負けとんのと思うような感じもしますけど、いやいや、間が悪いんすよ。ちょうど取ってくれたタイミング、追いついたタイミング、逆転したタイミングで打たれ上がるから、だから負けがつくことが多く、この敗北によって横浜とのゲーム差も並んだし、阪神とのゲーム差も 1.5 ゲーム差だから、この戦いでもしも最下位に落ちなくても、落ちるのは時間の問題ですね。この流れで次のゲームをやっていきましょう。これが前半戦の締めくくりですけど、負けるでしょうね、絶対負けるでしょうね。それが分かってるので、最後誰に注目していこうかな。先ほどホームランを打った増田選手本人に任せていった方が打つと思うんですけど、まあ今打ってる流れもあるんで、俺の手で打ちたいなっていう、そんな衝動に駆られてる。あと対戦に関しては出番を必ず作っていこうと思っているので、どんな状況であれど戸郷が投げることになるが、シーズン最後勝って終われるか。相手大野雄大、さっき数字見ましたけど防御率 1.15 だっけ。じゃあうちの打線が得点を取れることないな。そして奇跡的に取ったとしても、また間の悪い失点が絡んでも、わかるから。だから1年目は勝つことを諦めた、優勝することを諦めた。 A クラス入りだってもはや諦めてますからね。そこに入ろうだなんて思っていないので、現状入れる力なんて一切ないんだから。このチームに諦める部分がたくさんありすぎる。ただそんな中でも若手育成、そこは重点的にやっていこうと思っていて、注目した増田打席が回ってきた。大野雄大から一発ってなったら、それこそ一気に目が出て鼻開いてってことも予想される。このレベルから打ったらすげえだろう。打ちてえな、打ちてえな、打ちてえなという気持ちとは裏腹になかなか打てないもんだ。簡単じゃないからね。相手もちょっとビビってる。増田の可能性を見ちゃってるんだね、大野雄大。見えちゃってる。あー、甘かった。スタンドを運べる一球だったな、今の。もったいねえ。振っときゃよかった。これを振って、あー、さすがにこのままスタンドを運ぶ。それは無理やな。カブレラや。お薬投入せなあかんパターンやから。増田にそんなもん投入するわけにはいかない。注入するわけにはいかないので。自力でね、その力にたどり着く可能性もある選手ですから。まあまあ、それを信じましょうや。出す機会はまだ回ってくるので、なんだか大野雄大から打ちたいですね。ここまで全く得点は入ってない状況で、ノーアウトランナー一塁。ホームランもいいんだけど、ここは追加点を取れる、先制点を取れるバッティングもっていう。まあでも一発狙いかな。将来の大砲攻撃候補として今育てようとしていているので、やっぱ構えて大事じゃないですか。そんな選手をここでミート打ちとかさ、ちっちゃな結果を求めてはいけないと思う。大きな結果を求めることによって大きな結果もついてくると思うので、まあまあまあ、大きな結果を狙った上でのちっちゃな結果、進塁打、これが得点につながらないので、1点やったら負けるゲームですね、確実に。だからこそ戸郷っていうのはしっかりと抑えてもらわないとダメだし、大勢をどこで出すのか、戸郷変わるタイミングで出そうかな。まだ得点はなく、取れるとしたら増田の一発しかないのか。全く入る気配がないですね。防御率に嘘偽りがない。防御率通りのピッチングして今 1.10、 良すぎるからあんまり下がってないね。試合前から 0.05 しか落ちてないじゃないですかそういう次元なんやね。その選手から打つも結構芯で捉えられてるんだけどな。ダメか、力があるから。戸郷も抑えてる。いや、この投げ合い素晴らしいよ。得点は、え、あるでしょ。ここでないならもうないな。で、戸郷やるなよ、やるなよ。やらなかったね。そして増田の打席が回ってきて、この後大勢出そうと思うんですけど、できればここで得点を取って出して最後締める。それが一番いいんじゃない？いろいろとあった前半戦ですけど、最後くらい勝ちたいので、おお、スタミナ切れてるよ。よりチャンスあるじゃないですか、これ。狙わないと。もうこんなとこ振りに行く義理はない。真ん中待ちますね、ひたすらに。それだけでいいと思いますよ。スタミナ切れてるとはいえど、嫉妬はそんな投げてこないとは思うんだけど、いやいや、チャンスはあんねんな。大野雄大とて。こういう状況ですからね、通常投げない球も投げてくる。ただカウント悪いぞ、これ。次の1球は振りに行く必要はないでしょ、こんなとこ。甘く来るはず、甘く来るはず。
ストライクギリギリでボールかと思ったんだけど、際の際か。で最後直球、全然甘いとこ来なかったね。143に振り遅れんなっちゃう話なんだけど、こちら戸郷のところ、いやもう戸郷十分ですね。大勢を出して大勢に登板機会を与え、大勢で抑えた流れで延長得点を取るっていうのが理想的じゃないかな。相手の雄大が9回まで投げ切ったのであればこちらもと思ったんだけど、いやいや大勢がいる以上そんなことする必要性ないじゃないですか。大勢で抑えてこの後の得点を期待すればいい。さすがの雄大10回は来ませんよ。もう降板すると思う。中日らしいところをようやく見せてくれたね。エース頑張るも得点が入らず、エースに勝ちがつかない。いやいやいや、ここで打たれたらつきますけど、打たれる予定もないので、で強打、あ、だいぶ数字落ちてるんですね。前見た時よりかは強打らしくなっては来ているんだけども、だからといって油断はできないし、だからといってやっぱトレードで取れるか言うたらやはり取れない。もう諦めた選手なんでね、そもそも湯浅がいるのであれば取るなんていう選択肢何もいらないじゃないですか。最後スライダー反応ないんだよな。このスライダー振ってくれないから大勢の数字がボロボロなんでしょうね。うわー、でこれも見送る。わーつ、なんか全部見切られてる感じがする。強打ごとき当てたバッティングはファールで、いや最後やっぱスライダーで行きたいですよね。外から入ってくる、これも当ててくる。なんだなんだ、簡単にバットン当たる1球ではないと思うんだけど、直球で行ってみようか。いはい、これもカット。カットマン強打となってるやん。うっとうし、もう1球外からスライダー入れるわ。外れてボール。選球眼の強打か、一番見たことない存在なんですけど、いましたねそんな強打が。盗塁もめんどくせえしよう。でもそんな盗塁仕掛けてくるタイプじゃないから。アリエル・マルティネスは簡単にアウトを奪ってのツーアウト、あと一つビシエドから奪って終わろうや。このイニングはな、試合はまだ終わらへんから。スライダーやっぱ反応ないでしょ。初球だろうが追い込んでだろうが全部反応してくれないんだよね、あの外に逃げるスライダー。異常すぎるぞ、いくらなんで。体勢泣かせだ。もう一球続けてみよう。ようやく振ってくれた。投げるタイミングが重要、その前の球も重要ということか。体勢でしっかりと抑えた。ノーヒットノーランだったんだ。ここまで見てなかったけど、うわーこれ変える方が良かったんちゃうの。てかノーヒットノーランで抑えた場合、中日キラーの特殊能力を手に入れることができるんですよね。まあどの道勝ちゲームではなかったですから、あそこ抑えたところで体力も残ってたんで変えるんじゃなかった。いやそんな予想してなかったから、見てなかった。すごい投げ合いが前半戦の最後にあって、それを俺がちょっと壊しちゃった感じやね。体勢を出してしまったんで、いやもうだからこそ勝ちましょうね。得点は取れない。ピチャ買って中川出てきましたね。簡単にヒット打たれそうな感じがしてるんだけど、どうや。はい、打たれました、打たれました、打たれました。あーでもさよならはなかったですね。系統ノーヒットノーランなくなりましたけど、また得点も入らず、さよならもなく増田の打席を迎え、やりましょうやりましょう。相手ピッチャー変わってマルクですね。大野雄大と比べたらもう屁でもね、クソみたいな投手ですよ、こんなもんはね。簡単に打てると思うんだけど、甘く来ればね。甘く来ないのであれば依然厳しいが、甘く来るような能力じゃないですか。いや戸郷の頑張りがあったからこそ勝ちはつけれねえけど、チームは勝ちてえな。こんなことあっても勝てなかったらうち勝ちようねえだろこの先よ。うわーもう打てる球ないんだよな。打ちに行こうとしていいんだけど、なんか甘い球待っちゃう。でその結果甘い球が来ず、これはあーでも落ちたね。増田でヒット、ノーアウトの出塁を、こっからつなげてくれよ頼むから。この後代打誰出てくる。中地が出てきて、ダイソーも送られて中山来ましたね。さあどうなるどうなるどうなる。ようやく1点入った。増田の出塁からのカラーの抑えてゲームセット良かったですね。最後の最後ピンチは作ったが、前半戦の締めくくりいろいろとあったが、勝つことができてホッとしているよ。本日のヒーローはもちろん戸郷ですよね。8回ノーヒットを抑える好投、それを変えたバカな監督って世間から言われてる。ノーヒットノーランだと気づいてたら変えなかったんですけどね、そこまで頭回ってなかったんですよ。全く得点入らなかった現状しか僕の中にはなくて、どうやったら入るんやろかって考えとったから、もうこっちのお守りとか全然注目してなかったんで、ちょっと俺のミスではあるんですけど、まあその本当戸郷のおかげもあるし、最終回増田のヒットからのこの得点でもあるんでね、もっと早く打っておけば戸郷を勝たしてやれた。それもノーヒットノーランで、まあそんな世界がないのであればこの勝利を精一杯にこじりましょう。結果4位で前半戦を締めくくることになりました。最下位に落ちることはひとまず回避もだよね。4位だもんな。最低 A クラスじゃないとダメなの。北村ノリノリではなくなる。ちょっと早すぎない？2週間もなかったと思うけど、せめて覚醒やってくれたらよかったんだけど、このノリノリを次のステップアップにつなげることはできず。この順位で終わった以上は詳しい前半戦の総括は必要ないと思うので、軽くですけどチームのスタッツを見ていくとこのようになっていて、もうとにかく投手のひどさが目につくでしょう。全ての指標ワーストです。今シーズンは完全に倒壊現象を起こしていて、打つ方は問題なく打ってる。でも打つ方問題ないって言っても現状はね、並んでるのおっさんばかりですから、そのおっさんが来年も打ってくれるか再来年も打ってくれるか、その後も打ってくれるか言うと全然話は別で、現状打ってるだけの話なんで、将来のこと考えたら打撃陣もよりやばいっていう、ほんと問題山積みで、だからこそ今シーズンの優勝も
日本一も得られる栄誉は全て諦めて育成に切り替えて今戦ってる。セリグの各種タイトル部門を確認していくと、首位打者は大島の3割2分5厘。うちの岡本が本塁打王、打点王に名を連ねてますね。ただペース的に随分落ちましたよ。シーズン本塁打記録も十分狙える位置につけていた選手なんですけども、前半戦を終えた今そのペースとはほど遠い。それでも40は余裕でいけるし、場合によっては50本もいけるペースでもあるから、そこの部分は岡本和真自身に任せましょう。俺が操作することはない。お前自身の力で40、50の大台に乗れ。盗塁王は34個で塩見、最短打うちの吉川直樹、そして最高出塁率村上となってるのは前半戦のタイトルホルダー。投手に関しては最多勝小川と高橋、最優秀防御率は 1.07 の大野雄大、圧倒的ですね。この選手が今季一番出てくることはあるのか。 FA 権はどうやら取得済み、しかしすでに衰退期かということ考えたら取るメリットはないし、毎回取っとるからね大野雄大って。別に取ってもプラスになることマイペナントないので、ということ考えたら今の数字はすごいし、このままいけば伝説を作ることになるよ。に対して4敗してる時点でもう伝説なんすけど、一番に出てきてもこの選手はいらないかな。やっぱ先の未来を見据えないとダメなので、 FA で取る選手に関しても衰退期に入ってる選手とかベテランとかもそういうのはいらない。まだ未来が残っていて、なおかつ現状の力がある選手、それが都合よく出てくるのかって言われたら分かんないですけど、そういう選手を取る必要があるので、大野雄大は今のところ選択肢としてはない。前半戦の総括はこれで終了ですね。見たくない数字ばかりが並んでるので、わざわざ見る必要性はない。見たらこのチームのことがなお嫌いになりますからね。そんな必要もなく、これから後半戦シーズンが始まり、その模様はまた次回からお届けすることになります。当初思い描いてなかった前半戦の幕切れとなり、こんな結果ならばと思う気持ちもあるんだけど、いやいや、こんな結果だから、これから若手を育成させて黄金時代を迎えるためのチーム作りをしていく楽しみがたくさん増えたとも言えるんですよね。前半戦4位で終えたというのは、なんたって3年物語、時間はまだまだあるわけなので、たくさんある時間の中チームを強くしていく模様、興味があれば引き続き見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。